汽笛を鳴らしてくれるのは、すでに蒸気機関車、運転台に乗降しております。機関士さんと機関助士さんです。私がいる方が機関士さん、反対側が機関助士さんです。皆様どうぞ応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。また、汽笛が鳴る際は、私が手を挙げて、機関士さんお願いしますと言ってから汽笛が鳴りますので、汽笛を聞く準備をお願いいたします。それでは、大変お待たせをいたしました。まもなく3時となりますので、電車台回転実演を行います。それでは皆様、汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さんお願いします。Thank you.
お楽しみください。